どうも皆さんこんにちは、たっちゃんです。今日なんですけど、1000人チャンネル登録いきましたの動画の時に質問を皆さんに募集してですね、質問たくさんいただいたので、そのね返答を返していきたいなというふうに思います。ラグビー経歴はですね、中学校から大学までの10年間です。で、中学校が2年生から愛知県の代表で、全国大会出場して、で、高校生の時も県代表入って東京国体に出場してます。で、あとは、学校のねチーム、部活動のクラブチームとしても、全国選抜の方に出場してます。で、大学はですね、東海の B リーグに所属しているチームだったんで、まあ、これといった、代表経験とかないんですけど、まあ、それまでのね経験とか活かしながら、3年生の時に副キャプテンで、4年生の時にキャプテン務めさせてもらって、まあ、その立場もあって、なんか組織のこととか組織運営とか、まあ、チームのコーチングとか、そういうのにすごく興味があって勉強していって、まあ教育だったりも興味があるので教師の道を選んで、まあ、今に至るっていう感じです。変な例えかもしれないですけど、長篠の戦いの火縄銃三段撃ちみたいな感じです。あのラグビーのグラウンドって横幅70メートルあるじゃないですか。で、それを一発バコーンって当てて、みんなでわーって下がって、また一発バコーンって当ててだと効率悪いので、グラウンドを縦割りで、まあ、3つぐらいに1のゾーン、2番目のゾーン、3番目のゾーンみたいな感じで分けちゃって、そこにそれぞれチーム、まあ、15人を3人で割ったチームを、置いちゃうみたいな感じですね。で、例えば1の列にいる人たちがアタックしてる間に2の列の人がすぐ次アタックする。で、2の列がアタックしてる間に3の列がアタック終わって、で、またそこの1の列が下がっててみたいな感じで、どんどん1個のポッドが攻撃してる間にもう1個のポッドが準備できてる。だから攻撃がディフェンスが休む間なく続けられるっていうシステムのことです。復職予定今のところないんですけど、講師とかは考えてます。非常勤講師とかならあると思います。ギャンブルはね基本的にやらないです。パチンコ一回やったことあるんですけど、なんかよくわかんなくってつまんねえなって思っちゃって、でスロットもやったことあって、その時はね友達と一緒にやったんですよ。で、そしたら当たってちょっと楽しいなって思ったんです。でもなんかその当たった時の金額4000円ぐらいだったんですけど、それをねなんか周りの友達がね、みんなでやってみんなで当たったお金だからみんなで山分けみたいな感じで、なぜかスタバをおごらされたっていう、そういうもんなんですか。それ以来全然やってないです。小学校中学校がめちゃくちゃモテて、小学校の時は4人から5人ぐらい付き合って、で中学校の時が多分3人2人かなぐらいで、高校1人、大学1人の、大学の時の彼女は今の彼女です。さっきのね、小学校の時に4人とか5人付き合ったって、そのまず付き合うって何するんだよって話じゃないですか。小学校ね1年生の時なんですよね、僕付き合ったの。隣のクラスのね女の子から告白されて、でよくわかんないから付き合ってみたんですよ。つけてみたけど、全然喋ることもなく1週間経過して、まあ、別のクラスだし、ね、で僕の方から別れようって言って別れたのが1回目、1週間です。ほらここで君が小学校5年生ぐらいの時に人生で最大にモテたなっていうエピソードがあって、女の子2人に両手を端から掴まれて、どっちが好きなの、どっちと付き合うのって手を引っ張られた経験があります。めっちゃモテてるでしょ。ほらここで君そんなに強く抱きしめたらホールディング取られちゃうぜ。はい、というわけでね、質問くださった皆様本当にありがとうございました。またね、次2000人行った時にね質問コーナー開きたいと思いますので、その時また質問どしどしよろしくお願いします。で、ラグビーについてのね動画なんかも、他にいろいろまたこういうの出してほしいっていうのあったらコメント欄等で教えてください。ではこの動画がもし良かったらチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバーイ。